はい、皆さん、bonjour できるフランス語のケビンです。本日の動画は前回の動画のパート2となります。でも前回の動画をまだご覧いただいてない方は、先にこの動画を見て大丈夫です。今回も、comme っていう言葉のもう2つの使い方を紹介させていただきます。では始めましょう。皆さん、ご覧ください。Allons-y!ではまずは理由を表す comme を説明します。この comme を使うと parce que と同じようにからのでという意味になります。主に口頭な言葉なので本とか見るとそんなに見かけることがないと思います。でも話すときは本当にたくさん使われてるのできっと聞いたことがありますね。でも parce que の使い方とは違います。日本語では先に理由を言ってその後結果を言いますね。お腹空いたからパン食べた。でもフランス語では parce que を使うと逆ですね。先に結果を言ってその後理由。 J'ai mangé le pain parce que j'avais faim。 でも comme を使うと多くの場合は日本語と同じ順番になります。では例文を見てみましょう。 Comme tu apprends le français, je t'ai acheté le petit prince。Comme tu apprends le français, je t'ai acheté le petit prince. 君はフランス語を勉強してるから、星のおじいさまを買ってあげた。さて、逆に、je t'ai acheté le petit prince, comme tu apprends le français. というのも聞かれますが、それは一文章っていうより、先に、君に星のおじいさまを買ってあげたって言ってから補足として、君はフランス語を勉強してるからね、というわけです。Comme je me sentais pas bien, je suis pas allé au travail. Comme je me sentais pas bien, je suis pas allé au travail.具合が悪かったから仕事に行かなかった。ついでに、ne pas se sentir bien。具合が悪いという意味の言葉を紹介します。逆に、se sentir bien は気分がいいという意味です。Comme j'étais fatigué, je suis allé me coucher. Comme j'étais fatigué, je suis allé me coucher. 疲れてたからベッドに行った。気をつけてほしいのが、comme は parce que の使い方と違いますので、なぜ、なんでって質問されるときは comme を使うことができません。例えば、pourquoi tu apprends le français? って聞かれたら、comme j'aime la pâtisserie という答えは正しくないです。ここは、parce que j'aime la pâtisserie。パティスリーが好きですから。と答えます。皆さんもこんな理由でフランス語を勉強してますね。ではこれからはこの動画で紹介する2つ目の comme を紹介します。これはおよびの comme です。今紹介した理由を表す comme は口頭の言葉であれば、これから紹介する comme は本で見かけることの方が多いです。およびそれか普通にもという意味を表します。 A comme B、 A も B もっていう意味で両方とも同等っていう意味を表します。例文を見ましょう。 Toi comme moi on sait qui va gagnerToi comme moi, on sait qui va gagner. あなたも僕も誰が勝つか知ってる。Il travaille de jour comme de nuit. Il travaille de jour comme de nuit. 彼は昼も夜も働いてる。C'est vrai ce qu'on raconte, Albus. J'en ai bien peur, professeur. Le bon comme le mauvais. いいことも悪いこともそうです。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。さてどうだったでしょうか?comme のいろんな意味を理解いただいたのでしょうか。いつものように復習の文章動画の下に残しておきますので、フランス語にしてみてくださいね。説明してほしい文法や表現がありましたらコメントセクションでお知らせください。登録ボタンを押していただいたりシェアしていただいたりしたらすごい助かりますのでよろしくお願いします。À la prochaine!